ナミさん、今回すごいですね。ビットフライヤーを通じて楽天市場で買い物すると楽天ポイントもつくんだけども、これね、ビットコインももらえるというね。さすがにこれは知りませんでしたね。ビットフライヤーといえばビットコインの価格をチェックするときぐらいしか使ってませんので、私もね、いくつか暗号通貨この中に埋め込んでるんですけども、ビットフライヤーでの激しい取引はしてないんで、こういったところには気づかなかったですね。世の中ってもうたくさんの情報が溢れていて当たり前ですけども、本当にね、知ってる情報なら、まあ、納得できるところとか、あ、分かってるよってところがあるんですけども、知らない情報って全部新鮮で新しいですね。という意味でも、こんな情報があるよ、あんな情報があるよというふうに、情報のこのキュレーションですよね、まとめてくれる人っていうのがこれからますます求められているんじゃないかなと思います。舞姫大学ではこういうふうにですね、私たちの暮らしに知っておいた方がいい情報を中心に届けてくれる非常に優秀なキュレーションサービスだという面もあると思うんですね。まあ、ですんでね、今回動画概要欄にビットフライヤーさんのね、お得なサービスを紹介してくださってるナミさんの動画を貼っときますんでね、多くの方に見ていただきたいと思います。ナミさん、今回もありがとうございました。当面ですね、掃除機を買う予定はないんですけども、その他いろいろと探ってみようかなと思いますんで、また新しい情報がありましたら教えてください。今回もありがとうございました。サブチャンネルでも相変わらず頑張ってます。本当にね、サブチャンネルの紹介動画ありがとうございます。ナミさんに愛されてるなと思う速稼塾久保でございました。では。